どどうぞどうぞぞ大きな大きな拍手を持ってお迎えください。まず監督の戸田光監督、どうぞ。プロ,ーープロデューサー、エルハム・シャク・シャワーさん。エルハムさん。ーーそして、編集のさん。プロデューサー、エディター、たけし、ミスタ,ケシハタ畑さんが降りられるまでちょっと待ちましょうね。 えー、畑さんが到着しましてそして撮影監督のジェイソン・ブルックスさんジェイソンさん ographer, 一段と大きな拍手でお迎えください南和幸さん、カ <Mr. S 1> さん南あ和南そして吉田正文さん、ふさん正文吉田そして南八重さんです、どうぞ。

エガを見に来てくださってありがとうございます。えー、と,とても緊張しているんですけど、あのー、出演者の方も今回初めて見た人もいるので、一層ちょっと緊張してバックバックしています。ありがとうございます。<music> Thank you for coming to the screening. I'm very nervous right now. And some of the cast have seen、uh, just saw the film for the first time, so I'm more nervous. I'm、um, looking forward to your questions. エルハムさん、ご無沙汰してます。 We're long, really time no <laughs> <laughs> long time no see. Long time no see. It's great <laughs> to see you again. And thank you so much. It means so much to actually have our world premiere here and to all be together. So, this has been a UK Japanese co production. And it's been a long journey, but it's amazing to start it here uh, with the, the film, to finally sharing it with audiences. あのお久しぶりです。えっ、ー、とこうやってワールドプレミアをこちらで上映できることができて本当に嬉しく思います。でみ、みんなでこうやって揃うことができて、えー、イギリスと日本のコープロダクションなんですけれども、えー、とても長い旅路でした。でもここで皆さんにえっ、ー、と見ていただけて本当に感動しています。ありがとうございます、えー。そしてプロデューサーの畑さんお願いいたします。えっとまあ私編集。 アソシエイトプロデューサーという形で関わらせていただいたんですけどまあ今までいろいろ見ながら何をここで話したらいいんだろうとずっと考えてたんですがまあとにかく皆さんのお話を聞きたいあの質問を聞きたいそっちにできるだけ早くいろいろ考えてたけど言うんじゃなくてもう聞きたいという感じの気持ちになりました。ありがとうございます i'm the uh, editor and also the producer of the film. Um, as wa i was watching the film, i was thinking, what should i talk in front of um, the audience? but i'm just looking forward to all your questions. so um, i just want to get to that part quickly. thank <laughs> <laughs> you. Uh, i don't have a huge amount to say. thank you all for coming to see the film. it's great to see it here in tokyo. it's been nearly, well, well over a year since we finished filming, so it's lovely to be back in japan. look forward to your questions. thanks. <laughs> あの今日は見てあの来ていただいて本当にありがとうございますこうやって東京であの上映するできることがあのすごく嬉しく思いますあの撮影して一年以上経つので初めて皆さんに見ていただけてあの嬉しく思いますあの質問をあの楽しみにしておりますありがとうございます、えー、続きまして南さんお願いいたしますえ今日は皆さんたくさん来てくださってありがとうございます、えー、さっきあのジェイスも言ったんですけど撮影が終わってもう一年以上が経っている中で出来上がって こうやって改めて見るとあの自分のことなのにまるで、えー、よその人のストーリーのようになんかワクワクしてでも本当にいい映画だなと思ったので戸田さんとか皆さんが作ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。Um, as Jason said, Like、looking at somebody ありがとうございます。えー、そして、吉田さん、お願いいたします、はい、え今日は皆さんありがとうございます。 あの今自分で見てて、えー、あまりにも聞き取りにくく喋ってるところが <laughs> そこうやって字幕の方を読んでる方の方が意味分かったりとか何言ってるんだろうってあったと思うんでちょっと気をつけてはきはきと喋ろうと思ってます。僕もあの時間がって見てみて見すごく 自分でもその時の感情とかあ、こんなことまで言ってるとか、本当よく泣いてるなとか <laughs>、思ってます。いろいろと質問いただきたいと思います。 took me back to that time um, thinking how I was feeling that way and how much I was crying a lot and so I'll try to answer your questions as much as possible <laughs> たくさん来ていただいてあの本当に感激しております私がこういうところでお話をできるかどうかあるんですけどあの画像でも映っていたように本当にお年寄りのおばあさんでもう恥ずかしいです皆さんの理解が進む一助になれたらと思います以上です。 ありがとうございます、えー。本当に本当に基本的なところを一問だけ私から監督にお伺いしたいと思います。まずは本当にこのお二人、吉田さんと南さんにどのように出会って、 えーそうですね、どのように出会って映画にしようと思われたかっていうところをお伺いでできますでしょうかえともうかれこれ2011年ですかね年いや12年あったのはもう結構前6年前に私があの前作品というかまた他の別の,あの作品を撮った時に二人にお会いして初めて大阪に行った時に、うん まず大阪の街というところに惚れてで2人に会ってあのとても素敵なカップルだなってまずカップルとしての2人にすごく惹かれてでもやっぱり芸のカップルとしてオープンにこういう日本の,あの生きにくい社会でどうやって生きてるんだろうそして弁護士という活動を通して彼らの活動を通してもっと日本のいろんな側面が見えるんじゃないかなっていうところにあのすごい興味を惹かれて。 じゃあドキュメンタリー撮らせてくださいと言いましたなるほど。はい。 question is it's a very basic question but how did you meet uh, mr. Uh, Minami and Yoshida and what motivated you to make this documentary and to that answer was uh, they met uh, each other in 2011 or 2012 um, it's been six years ago um, I was working on my previous film in Osaka and that's when I met them I fell in love with Osaka and I also fell in love with them as a couple I thought they were very lovely but it m I thought maybe it must be very difficult to uh, live in そして、えー、南さん、吉田さんにもやはりこれだけをお聞きしたいからスタートしたいんですが、えー、監督が映画を撮りたいと。 えーまあ、申し入れたときにお二人の反応といいますかどのような悩まれたのか即決だったのかそこのじ当時のことを教えていただけますかあ南です、えー、僕の方は気持ちよす多分即決だったと思うんです、そんなに、えー、抵抗がなんとなく抵抗というか,なんかあの何にも考えずにあいいですよみたいな感じで思って。<laughs> えー、それは あのー、僕自身が多分戸田さんと会った時にすごい戸田さんのこと好きだなと思ったしそういう撮影を通じている時間が一緒にいるっていうことは戸田さんのことを僕たちもいっぱい知れるとでこの人のこともっと知りたいなって僕も思う人だったのであ戸田さんと一緒に映画ができるっていうのが嬉しかったのとあと僕はものづくりがやっぱり僕自身も興味があるのでそういうことってねなかなか。 あの知れないじゃないですか。どんなカメラ使って撮るの <laughs> みたいな話とかも。だから、えー、すごい僕は即決でした。<年>吉田さんは<や>あっ、さっき。あ u t it. And the reason was.、Um, I really liked Toda the first time, um, the moment that they that I met, um, and to be able to make a film with uh, Miss uh, Toda meant that I would get I would have a chance to get to know her much better. And also, I'm also interested in um, creating things, so uh, this is a good chance for me to know how they created films, like how. 吉さんのケースはあの僕もあの悩みはそれほどなかったんですがあのいつも考えているのはもちろんあの自分のプライベートを、まあ晒すということに対して、えー、ちょっと躊躇であるとか。 あただあのー、先ほど映画の中でもあったんですけども、えー、僕たちはその若い、えー、ゲイの子たちの置かれてるこう状況っていうのを考えた時にあのー、やっぱり社会に僕らの普段の姿を見てもらうことであのー So, Mr. Yoshida's answer was,、um, um, I do have worries and I do have fears. I'm、um, hesitant about、um, openly、uh, opening up my、uh, private life to the public, but、um, as I mentioned in the film, um, by showing ourselves uh, through film I thought that maybe uh, people would understand about the young, gay and other uh, minorities much more and I could make this, I could change the society So I'm very thankful um, that Ms. Uh, Toda made this film ありがとうございます。 早速、えー、続きましてご感想あるいはご質問、えー、お受けしてまいりたいと思うんですけれども。えー、初めて見ましたけどすごく あのいろいろあの僕もあの関わってるシーンというかあの裁判とかですね取材していたりするので<う>あのちょっと、えー、思い出深いシーンで涙ぐんだりしかねないような感じになってあの見てたんですけれども <laughs>、まあ、それはともかくとしてあの、えー、監督とあとあの主演の2人に伺いたいんですがそれぞれこう見返してみてですねあの一番好きなシーンを教えてください。 that first oh. <laughs> <laughs> thank you um, I saw the film for the first time um, I was uh, not he was also involved in some of the scenes uh, as as a journalist oh, he um, he covered many of the cases mm -hmm. so he was familiar with um, like Roku de case he's familiar with the uh, suicide case so for him it was ロクレナシコさんの、えー、裁判ですとか、あ,あと裁判にあの関わってらっしゃったジャーナリストの方なので、まあ、あのすごい個人的な思い出があって、見ててちょっと泣きそうになったとおっしゃっていたんですけれども、質問は、あの見返してくだ The question was:、um, <laughs> looking back at the film,、uh, what were your favorite scenes?、Uh, starting with、uh, Ms. i Tod s Toda? えっとす こんにちはお久しぶりですお知り合いです <laughs> はいお世話になります <laughs> えっと難しい質問ですねもう全部あの一番好きなシーンはピックアップできないんですけどできないですごめんなさい <laughs> もう全部思い入れ深くってあの見ててあのやっぱ入れあの 泣く泣く使えなかったシーンとかも蘇ってくるほどあのあこうしたかったああしたかったっていう気持ちが今あの強くってこの3つの、まあ、南さんと吉田さんのラブストーリーと弁護士としての活動っていうのがあってでそれの他に「六年足子裁判」「金未返を規律裁判」そして「無戸籍者」っていうちょっとあの 内容が盛りだくさんの映画になってるのでそのバランスを取るのがすごく難しくって、うん、でもやっぱりこの2人のストーリーを軸として作ったので、はい、もうその,その流れができたのはこの畑さんの編集のおかげなんですけど今見ててその一つのシーンとかっていう見方よりはその流れができてよかったなっていうのを、うんうん、で流れができたからこう,やこういう形で。 あの、皆さんに見てもらえるっていうのはすごく嬉しいなって、今実感しています。うん、はい、ごめんなさい。答えになってないんですけど <laughs> いや、いやすごい答えです。<laughs> はい。 Uh, it's a very difficult question. It's very, uh, I'm sorry, but I cannot pick uh, one scene that I like the best. I'm attached to all of the scenes. Um, there were some scenes that I had to edit out because of the duration and all. Um, and I'm thinking I could have done that, I should have done that. And uh, in this film, um, I picked up uh, themes of uh, the two, Mr. Minami and Mr. Yoshida, as a couple and the lawyer. And there's the Roku de Nashiko case, and there's the uh, National Anthem case, and there's also the um, unregistered individual case. So. I had to balance all them out very evenly, and thanks to Mr. Hata, uh, it beautifully uh, flowed. And uh, thanks to him, uh, it's completed and ready to be shown to the audience. So um, I'm just glad that uh, that uh, happened. And I'm sorry I didn't answer your questions, but this is the whole complete film is very important to me. 吉さささんんんいい、いかかががででししょょうあ、ごめなえ僕もどのシーンもとてもあの好きといいますかあのいろいろ思い出すんですがただ映画全体の中でなんかねホッとするのは「あの僕がミュージックビデオを撮るねん」とか言ってて「カバンで中入っ <laughs> 何入ってるんですか?」ってえ「ぬいぐるみ?」って言ったらえ「ほんまに重たいもの入れた方がいいんじゃないんですか?」って言われる一馬君とのやりとりがあるんですけどあれを見てたらすごいこう。 本当にあの <laughs>、あのー、いつもの,あのうちの家の中の会話がそのまま <laughs> 切り取られてる感じがして家に帰ったような気分というか <laughs> あ,のあの場面、なんか好きですね。うんはい Uh, Mr. Minami's answer was I love all the scenes but uh, one scene that really I can smile to is uh, before I shoot the music video I bring the bag out and uh, Kazuma asks me what are you going to put in it I'm going to put a st uh, stuffed animal in it and he says you should put a rock in it um, that scene really portrays how uh, conversations are in our home and I really feel like I'm back home when I see that scene Yoshida-san, I'm あの南くんがその歌をの解説というかあの付き合った時に帰る場所がないって言っていたからっていう話ですね、うん、あそこはやっぱりいろいろ思い出して、うん、今と比べたりとかあとまあ全般に自分がこうすごくあの感情が出ているところはあ,あの普通にあの本当にそのまま出てるのであそのまま出せてよかったという。<laughs> <laughs> Uh, Mr. Yoshida's question was um, his favorite scene is uh, where Mr. Minami explains about the song um, when uh, Mr. Yoshida was saying that uh, I have no place to go back home. I, have a, I don't have a place that I can go back home. And I uh, compare that situation to now and I get very emotional. And uh, for other scenes, um, I'm, ha I'm glad that I could uh, bring out my emotions uh, naturally. ありがとうございますタイトル通り「愛と法律」っていうのが大きなテーマだと思うんですが拝見して思ったのはもう一つやっぱり家族とか親子っていうのがやっぱり一つ大きいテーマになってる作品だなと思ってなのであの南さんと吉田さんとあと南さんのお母様にもお聞きしたいんですけどあのお二人のまあもう亡くなりになってますけどお父様がお母様にとってはご主人ですね。この映画を見たたらどうしちゃったか Okay. Um, as the title says, uh, I feel that this is a, a film about love and law and it also portrays a family and parent-child relationship. and this is a question for uh, Mr. Minami, Mr. Yoshida and uh, Miss Minami, uh, mother of Mr. Minami. Um, what would uh, the, uh, their fathers passed away already, but what would have they said if they saw the film? どなたから参りましょう、はいえー、じゃあ一応僕が話をして母が話をして吉田さんが最後に話をしますっ <laughs> と、あのー、お父さん僕はお父さんが亡くなってからもう,もう十何年経つんです結構こう心の中にすぐお父さんを呼び出してお父さんと会話をするとかがそういうことができるできるって言ったらなんか霊能師見て、あのー、もちろんそれは違うって分かってるんですけれどもねよくお父さんと心で話をする方なので思うのは。 あの普通にあの「君は目立つのが好きだから目立ててよかったね」みたいにニコニコ言うのだろうなっていうのとあのきっとうちの父は戸田さんのことがすごく好きだと思う。あの戸田さんみたいにあの鋭くいろんなものを観察する若い人っていう人にうちの父は多分すごいあの すごい、あのー、年齢とかそういうことに関係なく敬意を個人として敬意を表するタイプの人だったので多分戸田さんのことをすごいきっと素敵な人が作った映画なんだねって父は言うだろうなって思いました。 Uh, Mr. Minami's answer was: uh, My father passed away uh, ten over ten years ago, but I always talk to him uh, within uh, my heart. Um, so um, I think he would have said, uh, "You like to stand out." So uh, I'm glad that you they made a film about you, and also um, he would have loved uh, the director, Ms. Uh, Toda, very much. He was uh, very inspired. He respected young people who are clever with sharp minds. So he would have said. Um, ありがとうございます主人もあの喜んでると思います。だんだん主人は私に子供が中学ぐらいの時に子供が結婚相手にどんな人を連れてきてもその人自身が良かったら認めなあかんでってこう言われたんですよ。それでその時はあそうやな、まあ、自分の子供が選んだ人やからと思ったけど。 あのこういう選び方をするとその時は予想はしておりませんでしたがあの本当に主人は平等という考えはあの根底にあってただ夫婦の間では結構男尊女卑はあったと私は思ってますけどもそれでも本当にあの社会的には正義感が強かったんでこの映画を見たら喜ぶと思います以上です。 Um, my husband would love would have loved the film. um When uh, it, oh sorry, uh, Kazuki was uh, in uh, junior high. He said to me, uh, "No matter what uh, kind of person uh, Kazuki introduces uh, as a person that he wants to marry, you should accept that person." And uh, and back then I thought, "Oh, since he's my." Uh, Boy, he's my child. Of course, I'll accept the person that he wants to marry. But uh, I never thought that I would. He would choose this kind of way. But um, he was always equal to all the people. So, um, though he was the boss of the family, um, I think he really would have liked uh, loved the film. Yoshida, I didn't think about it. きっと僕はあの中1の時に母を亡くしたんですけどもそこから僕も父も兄がいるんですけど兄もすごくこう寂しさを抱えてたと振り返ったら思うんですねで父親もきっとそれを気にしてただろうしあの今こうしてあの僕が家族に囲まれてあの暮らしているということにすごく Um, I lost my mother uh, when I was uh, in seventh grade, and I have, I had a father, and I had an elder. I have an elder brother, but uh, there was always sadness within the family, and uh, my father um, always uh, worried about that. Um, but um, now that I have a family that I love, and uh, the family that. プロデューサーさんにちょっと質問したいと思うんですけれども <laughs> あのこの旅はどういうふうに始まって実際どういう旅でしたどう,いうふうに関わどういうふうに関わってて Uh, so, my question is to the producer How did this journey start and how was the experience for you? Uh, how was the process uh, getting involved with this diverse group of um, participants? Thank you. Um, so, Hikaru and I actually went to university together. So, we've known each other for 11 years. And she came back from Japan one day and had met these amazing lawyers and she talked to me about them and wanted to start making a film. so we kind of just both jumped straight into it uh, without thinking very much <laughs> at the beginning. <laughs> but no. i should say that i think the re representations of japan in the uk or probably outside of japan are very surface level. you don't really get a kind of sense of depth or um, like a kind of layered, more nuan nuanced idea of the country. And we really wanted to challenge that and to tell a story um, that was about people who were willing to be vulnerable as well in front of a camera, and in that way to give a sense of a society that's much more diverse than what we see generally represented. あの監督とは同じ大学にあの通っていたんですけれども、ある日あの監督が日本から帰国した時にあの二人にえっと南さんと吉田さんに会ってこんな2人に会ったんだよでこういう作品を作りたいんだって話したときに、もうあまりもう考えずにじゃあ作ろうかっていうふうに話が進んでいったんですね。で日本海外から見た日本、まあイギリスから見た日本はすごいやはり表面的でその細やかな部分が見えていないと思うんですので、あのより深くあのその その辺の部分を出せるストーリーをあの伝えられたら、で日本がどれだけまああのえっとまあ、多様化しているかっていうことも伝えればと思いこの作品を作るに至りました。最後にあの監督から改めてその締めのお言葉といいますかまとめのお言葉といいますか。ま 言いたいなかったことですとか、ちょっとおっしゃっていただけませんでしょうか。そうですね。私も日本に住んでえっと2年になるんですけど、やっぱさまざまな人がいて、さまざまな意見とかあの思いとかを自由にあの表現できる社会っていうのがあの実現できればなって思って作った。 映画でその一人一人の思いっていうのをあの出演者の人の一人一人の思いっていうのをすごく詰まった映画なので多分見る人も共感するところはどこかあると思うのでそういうところをもっと幅広いいろんな人に見てもらいたいです。はい、なのであのあのお友達にお勧めしてあげてください。<laughs> <laughs> ありがとうございました Uh, it's been two years since i came back to japan and uh, till now i've met many uh, various people and uh, i always uh, wish that uh, japan becomes a society where we can uh, express our own feelings, express our uh, own opinions and uh, that's the reason why i made this film and there are uh, the emotions of each cast, the thoughts, uh, the opinions of each cast are all まだ正式には決まってないけれども、確実に劇場公開はされるであろうと。っとですねそうですね。<laughs> はい <laughs> でも、まあ、かなり可能性は高い、来年,来年には。来年には。ということで、あの配給会社の豆腐の皆さんと一緒に、今頑張っているところです。ご期待ください。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ただ、ひかるさん、<Thank you. S 1> エルハムシャクリファーさん。畑たけしさん、ジェイソンブルックさん、南和幸さん、吉田。え、まさ、ふさん、そして南八重さんでした。ありがとうございました。 三十秒。不容 <laughs> <laughs> <laughs>